若きウエルテルの悩みゲーテ第1部第1部1771年5月4日君と別れてここに来たことを。 僕はどんなに喜んでいるだろう。ともよ、人間の心なんて妙なものだね。僕の大好きな君、到底そばを離れられないと思っていた君を置き去りにしておきながら、こんなに喜んでいるなんて。でもきっと君は許してくれるだろう。 君以外のいろんな連中とのつながりは、運命が、僕のような人間の心を不安にさせるために、わざわざ選び出したようなものではなかったろうか。思えば、あのレオノーデには気の毒だった。だが僕の罪ではない。彼女の妹の一風変わった魅力に惹かれて、 僕が何となく楽しくなっていたとき、気の毒にもレオノーレの胸に恋心が芽生えてしまったというわけだ。どうしようもないではないか。でも、全く僕の罪ではないなどと言えるだろうか。レオノーレの気持ちをかきたてるようなことはなかっただろうか。レオノーレの生まれながらの素振りは、 僕たちをよく笑わせたけれど、大しておかしくもないのに、僕だって楽しそうにしてはいなかっただろうか。それにひょっとして僕は、ああ、人間なんて妙なものだね。勝手な愚痴をこぼせるんだから。ねえ君、君に約束するが、僕は心がけを改めるよ。 運命が仕掛けるちょっとした災難を今までのようにくよくよ反芻するのはやめよう。現在を楽しむことだ。過去のことは過去のことだ。君、君の言った通りだ。人間がなぜそんなふうになっているのかわからないがいろいろと想像力を働かせて過ぎ去った不幸の思い出を 次々に呼び戻したりせずに現在を転端として過ごすようになれば人々の苦しみや悲しみはもっと少なくなるだろうすまないが母に伝えてくれないか頼まれた要件はちゃんと片付けてなるべく早く結果を報告するとこのことで叔母に会ったけれど 我々の方で考えていったような悪い女では全然ないことが分かった。明るい、はきはきした。とてもいい人だ。僕は遺産の分け前をくれないので母が困っていると話した。するとおばはいろいろ理由や原因を述べ、いくつか条件を出して、それを飲んでくれれば何もかも渡そう。 しかも我々が望んでいる以上に渡すつもりだというのだしかしまあ今はこの件について何も書きたくない万事うまくいくだろうと母に伝えてくれた前ねえ君それにしても今度の小さな事件でも分かったんだが世の中のいざこざは悪意や錯誤から 怒るというよりはむしろ誤解や怠慢から怒るのではないだろうか少なくとも悪意や錯誤なんて場合はめったにないのだとにかく僕はここでとても元気だ楽園のようなこの土地では一人ぼっちというのは僕の心にとってえがたい清涼剤だよ春ら漫の今の季節は がちな僕の心をあふれるばかりの暖かさで包んでくれる「木という木」「生垣という生垣はまるで花をいっぱいつけた花園のようだ」「ああコカネムシにでもなって方向の海の中を泳ぎ回りありとあらゆる養分を見つけることができたらいいんだが」 町自体はそういいところではない。けれども周囲一帯は自然のエモいへの美しさ。だからこそあの亡くなったフォン・エム伯爵がここの丘の一つに庭園を作ったのだ。いくつもの丘が交わって、千片万花の美を競い、素晴らしい谷間を作り出している。庭園は簡素だが、 一歩足を踏み入れれば設計したのは学者ずらした造園家ではなくここで悠々自適を楽しもうとした感情細やかな人だということがすぐわかる崩れかかった厚妻屋の中で僕は亡くなった伯爵を思って随分涙を流したそこは昔伯爵のお気に入りの場所だったが 今は僕の好きな場所になったそのうち僕がこの庭園の主になるだろう知り合ってほんの二、三日なのに庭番は僕に好意を持っている今後も僕を嫌がることはないだろう5月10日不思議な明るさが 僕の魂の隅々まで広がっている。それはまるで僕が胸いっぱい味わっている美しい春の朝のような明るさだ。僕は一人だ。僕みたいな人間におあつらい向きのこの土地でしみじみ自分の生活を楽しんでいる。ねえ君、僕はとても幸福だ。 静かな生活の実感に浸っているそのため制作の方は進まない今は画質を取っても一筆だって描けそうにないしかし今ほど僕が偉大な画家だったことはないのだ周囲の美しい谷間はけぶっている高く昇った太陽が 森の昼なお暗い闇の上層にかかり神聖な森の奥にはわずかに数条の光が漏れてくるだけだ。たぎり落ちる谷川の傍らの深い草の中に僕はごろっとして大地に身を寄せ千差万別の小さな草に好奇の目を見張る。茎と茎の間の小さな世界のうごめき。芋虫や あの見極めもつかない数限りない姿に深く心を動かされるそして僕は感じるのだその姿に似せて我々を作った全能の創造主の存在を永遠の歓喜の中に我々を漂わせ支えてくれる善愛の神の息吹を 友よ、やがて視界は薄れて辺りの天も地も恋人の面影のように僕の魂の中にあすらうこんな時にしばしば憧れて僕は思うんだああお前の内部にこんなに豊かにこんなに温かく生きているものをお前は再現することができ画用紙に 浮かび上がらせることができたならそれはお前の心の鏡となるだろうちょうどお前の魂が無限の神の鏡であるようにともよだがそのために僕は滅びるだろうこれらのさまざまな現象の壮大な力に圧倒されて僕は 折れてしまう。5月12日「この地方には人を惑わす妖精が飛び回っているのだろうかそれともこの世ならぬ美しい空想力が僕の胸に宿って辺りのものをこんなに天国のように見せるのだろうか?」。 町のすぐ近くに泉がある。その泉に僕はメルジーネとその姉妹たちのようにすっかり見せられてしまった小さな丘を降りるとアーチの前に出るそれから二十段ほど降りて行くと大理石の岩の間から澄み切った清水が湧き出ている上の門を覆っている大きな木々 あたりの霊気すべてが人を引きつけ胸にしみいるようだ。僕は一日としてここに腰を下ろしてしばらくの時を過ごさない日はない。すると町から娘たちがやってきて水を汲んでゆく。これこそ古代の王族の娘たちも鉄からやったという。 極めて素朴なそして最も大切な仕事なのだ僕がそこに座っていると昔の俗長時代のイメージが生き生きとよみがえる彼ら俗長時代の者たちはみな泉のそばで知り合い求婚したものだ井戸や泉の周りには 恵み深い霊が漂っていた「ああ僕のこの気持ちがわからないものは苦しい夏の日の旅のあとで泉の冷たさで疲れを癒した経験がないに違いない」「5月13日。 僕の本をこちらに送ってよこそうかと言ってくれたが、君お願いだからよしてくれたまえ。本で首を絞められるのはまっぴらだ。もうこれ以上教えられたり、励まされたり、促されたりしたくない。この胸は一人で十分に湧き立っている。僕に必要なのは子守歌だよ。 それなら僕のホメロスの中にふんだんに見つかる。たぎり立つ僕の血潮を、僕は子守歌でいくたび寝かしつけたことだろう。君も知っているように僕の心みたいに変わりやすく映りやすいものはない。ねえ君、今さら君に言うでもあるまい。 君は随分嫌な思いを我慢して僕が悲痛から奔放へ甘いうれいから破滅の劇場へ移ってゆくのを見ていてくれたからね僕は自分の心をまるで病気の子供のように扱っている全く好きなようにさせているのさこのことはあんまり言わないでほしい 僕を悪くるる連中もいるからね。5月15日「この土地の身分の低い何でもない人たちがもう僕となじみになり好意を寄せてくれている」「ことに子供たちがそうだ」「はじめここの人たちのところへ行き 率直にいろいろ尋ねたりすると自分たちがバカにされているのかと思ってそっけなく顔を背ける連中もいたそんなことにいちいち僕は向かっ腹を立てたりはしなかったむしろこれまでしばしばそうだと思っていたことが改めてはっきり分かっただけだつまりいくらか身分の高い連中は身分の卑しい人たちに うっかり近づいたら損をするとでも思っているのかいつも冷たく遠ざかっているかと思うと気まぐれな連中やたちの悪いいたずら者がいて貧しい人たちにわざわざ腰を低くしてみせ自分たちが偉いんだということを一層強く思わせようとするんだ。 我々人間は平等ではない。いや、平等であることもできない。そんなことは僕もよく承知している。けれども、偉く思われたいために、いわゆる仮想の人たちから遠ざかっていなくてはならぬなどと信じている手合いは、負けるのを恐れて敵から姿を隠す卑怯者と同じように、抱きすべき人間だと思う。 この間あの泉のところへ行った時間遣いらしい娘がいた水桶を石段の一番下のところに置いて誰か知っている者が来て手を貸して頭に乗せてくれないかとあたりを見回していた僕は降りて行って娘の顔を見た手伝ってあげようかと僕は言った 娘は真っっ赤になった。「い,いえ結構ですわ」と言った「遠慮することはないさ」。娘は頭に乗せる下敷きを置き直し僕は手を貸した。礼を言って娘は階段を上っていった。